東日本大震災から3月11日で4年になります。これまでは陸から眺めることの多かった被災地の今を、今度は海から考えようという企画です。東日本大震災から4年、海から見た茨城は。原発の汚染水が完全にシャットアウトされない限りは、どこまで行っても水が流れてる間はまだ実害被ってますから、磯以外にやっぱり障害物ができちゃうんですよね、っていうのはそういう、まあ、ボート類とか、はい、まあ、船とか流されたものが 下に沈んで、はい、障害物になってますよね。なるほど、はい、3.11 あの時を忘れない。空と海との間には、私は今茨城放送本社屋上に来ております。この建物は水戸市の千波町サントル千波の交差点のそばにあるんですが、地上5階建ての屋上に来ております。4年前の東日本大震災の時にこの屋上からレポートをいたしましたけれども、さすがにあの4年経ってここから当時の震災の模様を推し量ることはできないぐらい、あの完全に水戸市内は復興しております。とはいえまだ当時のいろいろなあの後の問題を抱えている地域はたくさんあると思います。これからいろんなそういう地域も含めてレポートをしてみたいと思います。今回茨城放送では海から見た茨城を茨城海上保安部の協力により取材することができました。私は今北茨城市の大津港に来ております。ちょっと曇り空で、風がありますので、非常に寒いです。今日は、茨城海上保安部のご協力によりまして、巡視艇の中風に乗船をして、海から、震災のあと茨城のこう海岸線を回ってレポートをしてみたいと思っております。今日ご一緒に茨城大学の伊藤哲司先生とご一緒に進めてまいりたいと思います。伊藤先生、まずご紹介いたします。茨城大学人文学部教授で心理学博士、茨城大学地球変動適応科学研究機関ですね、はい、機関長でいらっしゃいます。はい、この北茨城の方何回か先生もいらっしゃってますよ ね、あの震災直後比較的すぐに来ましたし、はい、何度も足を運んでます。はい、当時の時からですね、はい、今日ご覧になって少し変わってきた印象ありますか。そうですね、まあ、やはりあの随分こう整理されてきたというか、見た目には綺麗になってるなと、まあ、少なくともこの陸にいる範囲ではそう見えますよね。はい、ただまだね、道路は凸凹陥没したところもありますし、まだあの綺麗に整理されてないところがたくさんありますよね。はい、まあ、重機も動いてますしね。この辺りをちょっと巡視艇に乗り込んで、はい、レポートしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは今から出航いたします。はい、今大津港岸壁を離れまして、船がスタートいたしました。今左舷の方を見ておりますけども、この堤防もかなりの高さありますが、当然津波はこれをまあ乗り越えて来てしまったわけです。資料によりますと、この大津港あたりで津波の高さが 4.6 メーターというふうに出てますけれども、もう少し北の枚方の方では7メートルを超えているようですね。これから海洋に出ましたね。やっぱりちょっと波の影響が大きくなってきました。少し揺れを強く感じるようになりましたね。
船上で茨城海上保安部の皆さんに海から見た陸の様子、そして海の中を案内してもらいました。ちょっとうねりが大きいとですね、船が上下するのでどこまで行けるか分かりませんけれども、あそこがちょうど六角堂のあるところです。あの家の奥が、ちょうど六角堂が見えてきましたね。津波で全損しましたけども、再建して今は綺麗になってますけれども、海岸の方に寄っていきました。再建された六角堂が見えてきましたね。水深10メーターぐらいのところまで今寄ってきたわけですね。あ、ちゃんとレーダーで水深を見ながら進んでますね。はい、9メーター。この船の水深自体が 1.6 ぐらいですから、うん、波の上下とかを合わせるとすぐこう浅いと、浅いとぶつかっちゃいますね。なるほどね。今ギリギリぐらい、ギリギリのところまで今寄ってきてもらいましたが、水深5メーターでもう、これ以上は無理ですから引き返しますね、離れますね。浅くなってきますので、水深を見ながら海岸に近づいていきます。工事してるのが多いので、こういったショベルカー、そうですね、右舷の方は堤防の工事ですよね。新しく堤防ができてきてるところありますけども、水深9メーター。じゃあ、目の前のショベルカーのあたりがあれですかね、瓦礫を上げたあたりですか。こっちもそうだよ。こっちもそうですか。こっちも、ああ、じゃあここら辺全部そうですね。全部この辺瓦礫を上げた後なんですね。県線まで 1.6 ケーブル。島が一つになっちゃった。なっちゃったらしいです。はい。ああ。それ自体も削れたと思います。そうか。波の力っていうのはやはり強いですね。二つ島が一つ島になっちゃったわけですね。これが。水深を慎重に測りながら二つ島の脇のところまで来ました。さあ、二つ島のところからまた今、大津港に向かって戻りました。この辺はちょっと波が高いですね。しかしこの湾内の堤防の中に入ると波が全然違いますね、やっぱりね。そのための堤防ですかね。それでもやはり台風の時とかはどうしてもうねりが入ってきてしまって。そうですよね、はい。なのでだいたい待ちもやいとかをして台風に備える。今湾の中に入ってきましたけれども、本当にこの堤防に囲まれた、港の中っていうのは本当に平穏ですね。さっき外洋であれほど大きく揺れてましたけれども、揺れを感じないぐらいの安定した、港の湾内ですね。スロットルを調整しながら、V を目印にして今岸壁に着くところですね。あ、無事に着きましたね。接岸ですね。中風の今選手に来ております。こちらで、お話を伺ってみたいと思います。茨城海上保安部、警備救難課長でいらっしゃいます和田俊明さん、お話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今
この中風でずっと湾の中からそれからちょっと外へ出て海岸線をずっと見てまいりましたけども、はい、震災のそのあと海岸線でこう見て、そのかなり変わったっていうのはあまりよく分からなかったんですけども、うん、例えば海のこの中っていうのはだいぶその水深が変わってしまったりとかっていうことはあるんですかね。津波の来襲に伴いまして、はい、岸壁上にあった車両、車ですとか、はいはい、それから漁港などにはいろいろな、うん、漁網、はい、網とかいろんな道具がありまして、それが全部港の中に流されてしまったものですから、はい、水中障害物として船がつけるのの障害になるということで、はい、漁船が港に避難したはいいけれども帰ってこれない、うん、それから、大洗あたりだと大きなフェリーが着岸できないというような、うん、そういった障害が当時は発生してたというふうに聞いております。ね、水深がこう変わるそういうのの海図の、はい、なんですか調査ですとかも、ね、海上保安部でやってらっしゃるんですよね。はい、そうですね、震災後ですね、はい、できるだけ早く水深が変わったことについては調査をしなければいけないので、はい、海洋情報部というところが、はいはい、測量船などが持ってますので、はい、それで海底の水深を測ったりとか、はい、そういうようなのと、あとはできるだけ早く水中障害物の除去をしなければいけないということで、うん、それはもう県の方で、浚渫ですとか、はい、それから海水中の障害物を除去するために、うん、いろんなダイバーですとか、うん、そういったじ、上からクレーンなりでシャベルカーなりでこう引き上げたりだとか、うん、そういった作業を行っていました。うん、まあ、4年前この東日本大震災が起こりましてね、まあ、お仕事の中で一番こう大変だったっていうのはどんなところにありましたですかね。いろんな多くの機関が、うん、救助、はい、それから震災支援のために来ているのの、うん、調整というんですかね、うん、例えばじゃあ今日はどこの港にどこの機関の自衛隊が行く、うん、それから海上保安庁が行く、うん、あるいは航空機による、被災地の調査を警察がする、うん、消防がする、もちろん海上保安庁も、うん、ヘリコプターなどを有しておりますので、うん、という調整をですね、うん、するのが非常に難しかったというよりも朝早くからそういうのにかかって、うん、あとは避難被災者の、捜索ですとか、うんうん、そういったようなことが非常に大変だったですね、当時は。この茨城の海岸線についてはどうですかね。だいぶこう復興復旧してきたという感じですかね。港の中の方の岸壁がまだ今も大津あたり見ていただいた通り、うん、若干、ちょっと残っているのかなというふうには思いますが、うん、まあ、かなり、早く復旧して出るかと思います。うん、そうですね、まあ、この、大津あたりちょっと取材をしましても、もう本当に家が流されてしまった跡がまだ、残ってるところがたくさんありますしね、これが完全に復旧するというまでは、まだまだ時間かかりそうですね。そうですね、海上保安部のそのこれからのですね、この災害についてのお仕事といいますか、やらなきゃいけないことっていうのはどういう点ですかね。自然災害というのは防ぐわけにはいかない部分というのがあると思いますが、もし発災したときにいかに被害を少なく、被災者を、まあ、海に流された人がいるのであれば早く救出するかということが、海上保安部では重要になってくると思いますので、発災後、地元の巡視船艇はともとより、隣接の部署からの応援の巡視船を呼んでくるなり、それから航空基地から、航空機というのは今非常に有効な救助手段でもありますから、それをいかに早く手配していくかということの、マニュアル作りと、もうほぼできている部分もあるんですけれども、やはりそれのブラッシュアップということで、今取り組んでいるところです、ね。はい、わかりました。今日はいろいろお世話になりました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。巡視艇中風に乗ってまいりました。海からこの茨城の沿岸をこう見てきたんですけれども、はい、伊藤先生、はい、感想どんなところを感じられました。まあ、思ったよりやっぱりこう船が揺れるので、うんうん、外を見てるのもちょっと十分見れたのかなというところはありますけども、うん、やはりその見えてくる風景が十分違うなとは当然思いますね。うんうん、はい、ただ私が感じたのはこの湾の中ってこんなに波が静かなんだって、そうですね、もう防波堤越えると敵面すごい
当ですね、上下の波ですもんね。で津波はそれさえも乗り越えてきてしまって甚大な被害をもたらしたとい う、ね、このやっぱり自然の脅威って言いますか、はい、自然災害の凄さっていうのは感じましたよね、はいはい、そうですね、まあ、六角堂のあたりも先ほど行きましたけども、はい、あの高さまでこうあの辺は7メートルぐらいですかね、あの7メートル超えるような波が来たってことですから、やっぱ相当なエネルギーですよね。そうですよね。あの先生、瓦礫がですね相当あの、まあ、震災の時にはですね、その撤去するまで時間がかかっちゃったりして、まだ未だにあのここら辺ではその作業を行われてますけれども、かなりその積まれて重機が動いてっていうところありましたね。そうですね、はいはい、あのやっぱりあの陸側から見てる範囲では見えづらいところに、まあ、当然持っていくんだろうと思うので、まあ、それが海から見るとまた全く違うところからの角度ということですから、まあ、より一層その震災の跡というのがですね、見えてしまうというか分かるのかなと思いますね、今日は先生一日、はい、あの一緒に回っていただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございました。お世話になりました。漁業に東日本大震災は影響を与えたのでしょうか。漁業者へインタビューしてきました。北茨城市の大津漁港にある大津漁業協同組合の石川秀夫さんに話を聞きました。津波が押し寄せてその時のそのいわゆる漁場海の中の状態っていうのはどういう感じだったんでしょうか。まあ、私らが素人で見る感じは大っぱが来て引いた時に、この湾の中の水一滴もないですか、全部な外へ、でもう海底の泥が見えてるような状態、そうですか。でその引き波の後に第二波が来る時に、波が黒くなってるっていうのはその引いた海底の泥がそのまままた戻ってくるっていうような感じで真っ黒い波になるんだって後から聞いたんですけどね。でその時に14トンの、 あの底引き船がちょうど係留してた船があるんですけど、第一波で持ち上がって綱が切れなかったんですね。そのまんまそこでコロンといって、もうこれは全損です。で第二波で埋め立ての上に乗って一回引くたんびにどん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 こう外側に出てったっていう、まあその船はあの被災後完全に撤去したんですけども、向こうの埋め立て地に15トンの船と 4.9 トンの船が2隻上がってたんですよ。そういう状態ですね当日は。なるほどね。まあそういう、まあ、甚大な被害を被ったわけですけども、それからまあいろいろこの復旧復興作業が行われて、まあ、4年経ってきたわけですが、あの今現在ではどういうふうになってきましたですか、復興状況は。まあほとんど岩壁という岩壁がここの場合にはねほとんどやられちゃいましたんで、で一番ひどかったのがちょうど今治ってますけど、こうパターンって全部屏風倒しみたいに倒れちゃったんですよね、岩壁が湾構内に。でそこに巻き網の網があって全部その上に岩壁の、コンクリートが乗ったような状態で、その後サルベージかけて引き上げたんですけど、全部もう重しが乗ってるような状態、全部ブチ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 切れちゃって、もう使い物にならないと。であとはもう町中に巻き網の網と引き網っていうんですけどね、シラス取る網が町中に広がっちゃったんですよ。でもちっちゃがめっちゃがに、家にかぶったり車にかぶったり電柱に絡みついたりっていうの、その撤去作業で震災も約1ヶ月ちょっと、もう 網だらけですね街の中。もうそうするとそれをこう片付ける作業っていうのはもう途方に暮れませんでしたか。もう重機で引きずり出すしかないんで、人の手で何かやってたら1年かかったって終わんないですから。だからあの時はもう重機の手配と、そんで船ももう十何隻丘に上がっちゃってるんで、それをここの脇の空き地に一旦持ってきたんですよ全然。でそれから修理できるものは修理してっていうような形なんで、全部終わったのが7月いっぱいぐらいまでかかりましたね。まあそうやって、まあ、あの復旧作業をずっとされて、漁が再開できるようになったっていうのは、一応漁の再開っていうのは、結局そういうことで2日後にね、ご存知のように原発が爆発しちゃって、その後に放射能が飛び散ったと、
で報道でセシウムが何千とか何万とかっていう報道されましたから、もうそれで誰も買ってくれないわけですよ、その時点で。であれははっきり言うと誤った報道で、出てたのはコウナゴという魚でシラスは一切出てないんですよ。だその季節で、まあ、この春先に来るコウナゴっていうのは北から南下してくる魚なんで原発沖を通ったと、それでセシウム汚染水を浴びてしまって数字が出ただけであって、秋口に取るシラスっていうのは一切ないんですよ、今まで一回も出た。だそれがこういう小さい魚でコウナゴとシラスが、あの消費者の方には同一視されてしまったと、報道もコウナゴって言わないでシラスって言ったんですよ。その影響が未だにありますから、その震災の後の漁場のその様子っていうのは変化は、まあ、漁場の様子は私らはちょっと、まあ、磯が壊れたりとかね、そういうのはちょっとわからない、海の中のことはわからないし、魚にすればやはり北から来るような魚にはずっと放射の、福島県との県境域ということで、あの日立沖、北緯の36度38分から北はまだ規制かけてあります。なるほど。でそこで、まあ、底引きさんこれからいろいろ試験操業等もやると思うんですけども、まだそのそこから北、福島との干渉域に対してはまだ規制を完全には解いてないと、でまだ茨城県でも何種類か規制のかかったスズキとか、あと今何かかってたのかな、5、6種類まだあの規制のかかったものがありますんで、そういうのがもう完全にね解除されないことには本当の意味での操業再開にはならないと思ってますし、まあ一番には、まあ、私たち素人が考えても原発の汚染水が完全にシャットアウトされない限りは、どこまで行ってもね、水が流れてる間はまだ実害被ってますから、一方県央地区でも汚染水問題での風評被害があります。大洗町の大洗漁港を拠点にしている漁業従事者に話を聞いてきました。それでは大洗町の漁業者の方にお話を伺います。まず高橋和夫さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高橋さんはあの漁はどういう魚を取ってらっしゃってるんですか。今の期間は底引き網ですね、はい、まあ、1年中底引きはまあ4ヶ月ですか、はいはい、あとは刺し網ですね、あとハマグリの貝桁ですか、船引き網、シラス漁もまあ夏場になると、はい、2月から解禁で夏場になるとやってますね。なるほど、はい。まあ、大震災から4年経ちましたけど、ね、はい、ちょっと当時をですね振り返って思い出していただきたいんですけど、その3月11日は漁に出てらっしゃったんですか。はい、いや漁から帰ってきて、まあ、ちょっと網屋さんの方へ、はい、行ってたとこをあの地震に遭いましたね、はい、その時は、まず揺れが来て、そうですね、揺れが来てちょっと網屋さん違いますもんね。違いますね。でまあすごい地震だなと思ってラジオ、車のラジオをつけたんですよ、そしたら、まあ、大津波警報が出たんですよね。ただのじゃないなと思って、夢中で網屋さんから、まあ、家まで帰ってきて、はい、まあ、家の人に知らせて、はい、今ラジオ聞いてたら大津波警報が出たと、はい、おぎに逃げなしたらダメだと、そういう話をして、まあ、無我夢中で船に乗り、おぎに避難しました。あ、やっぱり沖に、はい、はい、出られたわけですね。はい、そうですね。そうそう、その時はあの海面がだーっとこう盛り上がって、そうですね、津波がやってきた、その上、まあ、第一波の前にもう外に、まあ、港の外に逃げましたから、そうですね、まあ、自分らが沖に逃げてからが、まあ、港内、中、あ、港の中はすごかったと思いますよね。うん、なるほどね。はい、うん、津波の後、はい、この海の状態っていうのはこう環境変わりましたですかね。そうですね、今4年経って振り返ってみると、今まであの障害物がなかったものが障害物ができてみたり、はい、磯以外にやっぱり障害物ができちゃうんですよね、うんうん、っていうのはそういう、まあ、ボート類とか、はい、
まあ、船とか流されたものが 下に沈んで障害物になってますよね、はい、なるほど、はい、そうするとそれをこう絶えずちゃんとこう確認しながら漁をしないと、そうですよね、はい、危ないですよね、危ないですよね、はい、そうですか、まあ、その他に例えば原発によるその排水の、はい、汚染の問題とかもありましたもんね。ありますね、はいはい、今一番ご苦労されてることっていうのは。そうですね、今4年経っても風評被害ですか、はい、これがまだなかなかね、まあ、茨城の海は安全だ、うん、あ魚安全だ、うん、安全安心っていう言葉があるんだけど、はい、県外の人らはやっぱり茨城の魚は敬遠してると思いますよね。なるほどね、はい、うんうんうん、それは実際にこう出荷されていて感じられますか。そうですよね、はい、うん、まあ、実際にまだ売れない魚もまだまだありますよね、うん、はい、うん、なるほど。取材を進めると県内の北と南で温度差はあるものの風評被害が続いているといいます。茨城大学人文学部の伊藤教授に話を聞きました。茨城大学人文学部教授伊藤哲司先生です、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。復旧復興のためのいろんなこのハード面での、ね、予算はついて、はい、でだん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 、改善はされてきてますけれども、はい、そういう気持ちとかですね、はい、まあ、安全とか安心感というものはなかなかこう解消されないですよね、はい、そうですね。でこの辺のところのお話をちょっと先生に伺ってきたと思うんですが、はいはいはい、こういう問題っていうのはどういうふうに解決をしていったらいいでしょうね、はいはい、まあ、そもそもその安全安心っていう言葉の意味が随分変わったのかなっていうことを思いますね、うん、かつてであればその国とか自治体とかあるいは専門家が安全ってことを保障して、はい、その中で私たちがそれを基本的に信用して安心を得るというような構造があったと思うんですけども、うん、その、まあ、原発の事故が一番最たるものですが、はい、そう安全安全って言われたものが安全ではなかったってことがまあ明らかになってしまいましたし、うん、まあ、震災後もその原発の事故の後も、うん、その専門家が言ってることが信用できないとか、うん、いったことがたくさんまああったわけですよね、うん、そうするとその安全安心ってものをどういうふうにこう私たちがまあ、定義づけていくというか紡ぎ出していけばいいのかっていうあたりをまあ真剣にこれから議論しなきゃいけないのかなというふうに思っています、うんうんうん、はい、さらに漁業従事者の声を聞いてみました。大津漁業協同組合の副組合長井上誠一さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。はい、帰ってよろしくお願いします。今になってこう4年経ってですね、かなり改善されてきたというところはありますですか。まあ当時はね、被災当時はもう惨憺たるものでしたから、うん、まあ、いろいろ着工して、うん、漁港の中はだいぶこう、うんうん、良く なりつつありますけども、うん、やはりどうしてもその福島との近隣っていうか隣って本当に、うんうん、何メートルも行かなくてもね、海は続いてますから、うん、ちょっとしたその弾みで出ちゃう可能性があるんですよ、うん、その放射線っていうかね、うん、セシウムとかなんかがね、うん、いいなと思っていると10か20だったのが5になって、うん、ああいいないいなと今度30くらいになってみたりとか、うん、その一定に定まらない部分がね、やっぱりどうしても、うん、北部で出ちゃうと50以上出れば、うん、日立から枚方にかけてはもう操業中止になっちゃうし、うん、間違って100なんか出たら茨城県が全然出ない、うん、操業が取れませんよっていう、うん、その、まあ、国のね基準もありますし、うん、10くらいしか出てねえんだから早くなんとかしてくれっていう要望もあった中ね、やっぱりいろんなそういう、まあ、苦慮の策で、まあ、今までね、先週までやってきたんだと思いますけども、ただなんてでしょうね、こう被爆っていうか、その最初コーナー後ね、5月に525かなあの時セシウムが出ちゃって、ちょうど我々のまあ試験操業した時に出たやつなんですけども、まあそれがもう大々的に報道されちゃったもんですからね、だからそれで、あ、北部の魚は危ないと、うん、もう出ちゃったよっていうことで、
ただ日立からもう以南のかけてはやっぱりこうね、あの潮の流れでどういうふうに変化するのか分かんないんだけども、やっぱりそのそういうオーバーするような数字が出ないんですよ。北部ばっかりね、そういうなんかやっぱりこう近隣つかもう隣がもうそういうね、あの福島県っていう一つの、まあ、小名浜の方から流れてくる潮もダイレクトにねここは来ますし、あの例えばその網をこう出しててですね、海底のこう地形がその明らかにこう変化してきているなとか、そういうようなことはありますか？あの間口、大津の間口、やっぱりこう式並みでだいたい10トンクラス の, あのクレーン車とか結構持っていかれちゃったんですよね、あの波で、網が例えば引っかかっちゃうとか、引っかかったらもうとてもじゃないけど10トン車なんか、そうですよね、絡まったらとてもじゃ上がってきません。だからそういうとこはもう、ああやばいなと思ったらそういうとこはもう避けて、そうそう、そのかなりまだ海底の中にそういう大きな堆積物が、ある可能性があるわけですね。ありますだから間口周りはやっぱりその航路もあるし、そういうなんかそういうふうに障害物があるあるところはみんな避けてますね。だからそういうところに魚がいるんですよね。ちょうどこううまく隠れるような魚がやっぱり反応があって、大洗町の大洗漁港でも話を聞きました。こんにちは、根本茂さん、どういう漁をされてるんですか？主にシラスですね。シラスを漁、シラスとか今の時期はサヨリですけどね、復興復旧の作業がいろんな形で行われてるんですが、今一番こう、困ったら気になさってること、なかなか復興しないなって感じてることはどの点でしょう？そうですね、まだね魚がね、まだおしゃれが残ってるね、魚もいますんでね、完全に思うような量はちょっとできないですよね、やっぱり量そのものが少し控えてるっていう感じになるんですか？そんな感じがありますよね、大洗町漁業協同組合では新たな取り組みとして大洗町漁業研究会を通じて茨城県産の水産物の消費を活性化するように動いているといいます。会長の米川隆さんに聞きました。大洗町の漁業協同組合にやってまいりました。今日はですね、こちらの大洗町の、漁業研究会の皆さんにお集まりをいただきまして、会長さん、米川隆さんに、いろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大洗の漁業研究会、これはいつ頃から活動してるんですか？約50年以上前から、活動していて、もう相当昔から、自分たちのおじいちゃん世代が始まりだっていうふうに、聞いています。もう半世紀ですもんね、米川会長は、失礼ですが年代としては今38です。若い会長さんですね。こちらたくさん今メンバーいらっしゃいますけども、皆さん大体、同世代で、そうすると若い方が中心になって、この漁業の研究ということになりますよね、主な活動としてはどういうことをやってらっしゃいますか？そうですね、昔は、昔というか一世代前になると、本当に漁業研究会っていう名前の通りに漁業に関する道具の工夫や、どういうふうに取った魚を保存よく運べるかとか、そういうふうに本当に魚に関する漁業研究をしていたんですけど、もうその漁業研究 もう自分たちの世代になると、もう本当に先輩たちがすごく勉強してくれたので、もうこれ以上勉強しようがない、進みようがないんじゃないかっていうぐらいに進んでるので、じゃあ自分たち世代は何をしていったらいいのかっていうところで、じゃあ魚離れが進んでるって巷で言われてますので、じゃあその魚の普及や、漁業をもっと身近に知ってもらえるような、そういう活動をしていけたらっていうふうに思って今みんなで活動しています。なるほど、具体的にはそうすると、魚を皆さんに食べてもらいたい、こういう地元ではこういう魚取れてますよっていうことを、知らせたり、ということですよね、これから後継者どんどんそういう魚が好きな子どもたちが増えていって、この大洗が漁業の町としてますますこう前進していけるようになるといいですよね。はい、
で今その後継者の問題もすごく大きくて、うん、で自分も息子がいるんですけど、うん、けど今の状況で息子に漁師を継がせたいかって言ったら、うん、継がせたい思いは本当にみんな全員あるんですけど、うん、けど実際生活を考えたら、うん、継がせるのはちょっとっていうためらいがあるんですよね、うん、でそのためらいがある部分をなんとか自分たちの世代で改善して、うん、本当に息子をお前ら船乗ってくれねえかって言ってもらえるような生活環境、うん、漁業生活環境を変えていければなっていうふうに今は考えて活動をして、うん、でその漁業体験をやって魚離れをみんな魚を食べてもらえるようにしたり、うん、はい、漁業を身近に感じてもらって、うん、海をもっと楽しい場所だよっていうふうに思っていただいて、うん、海に来ていただく、お笑いに来ていただくようにすれば変わってくるのかなっていうふうに自分たちは思ってます、うん、なるほどね、はい、わかりました。いろいろとお話ありがとうございました、はい、茨城大学では地球温暖化への対応など持続可能な社会づくりを研究する学問サスティビリティ学についての教育研究を担う地球変動適応科学研究機関 ICAS を立ち上げ、震災の影響、心の支えをどうするのかを研究し解決策を探しています。先日福島県の浜通り地域の楢葉町を見学した茨城大学人文学部2年の菊池ほのかさんに聞きました。先日、大学の先生に誘われて福島県の楢葉町に視察という形で見学しに行ってきました。福島の方の被害となるとやっぱり原発が大きかったと思うんですけど、こちらの方だと目に見える形での被害というものがあまり見えてこなくて、自分の中でどこか遠い話でした。で実際福島に行ってみて、いろんなところに占領系があったり作業員の方たちが作業していたりするのを見たり、あとは実際避難されたりそこで基調に向けて準備をしている方々の話を聞いたりして、遠かった人たち、どこか遠いところの出来事だったのが身近まで行っていいかわからないんですけど、こうリアルに感じられて実感することができました。お先生が流出したとかいう話はニュースで聞きますけど、やっぱり毎日小さい事故が起きているっていうのをあっちに行って聞いて、それを全然全く自分が知らなかったっていうのがあって、意識がまず違うのかなっていうのは実感しました。再び大津港に今来ております。ずっと海上保安部の巡視艇に乗りまして、概要にまで出てこの海岸線をずっと見てまいりましたけれども、まあこの震災の影響というのはいろんな形で出てます。まあ汚染水による風評被害の問題、この漁民の皆さんは非常にそのことを心配されておりました。それから瓦礫の撤去、まだまだ海底にはいろんな車の残骸ですとか、それから流されてきたもの、こういうものが沈んでその水深が波によって変わっているっていうような、そんなこともありました。まだまだ復興、完全復興までには課題が残されております。それから茨城県は非常に海岸線も長いですし、北から南まで地域の温度差っていうのもまだまだあると思います。まあ我々今までこうやっていろんな形で東日本大震災のこの震災の報道を続けてまいりましたけれども、まあ、今後ともですね、引き続きこの茨城県の震災の復旧復興に向けて、取材を続けていきたいというふうに思っております。これからも皆さんにいろんなその県内の情報をお届けしてまいりたいと思います。 3.11 あの時を忘れない、空と海との間には